こんにちは、臼井浩平です、今日は初級編に続き、ジンガボールタッチ中級編をやっていきたいと思います。まずはやってみます。はい、説明ですが、まず右足のアウトサイド、ボールの下からこうロールして必ずインサイドで止める。次に左足のインサイドからロールしてアウトサイドで止めて、後ろ足は軽く触る程度で大丈夫です。で、逆足もアウトサイドからロール、インサイド右足ロール、後ろ足。横からちょっと見てみると、ここで軽く触ります。足を膝曲げて、ここでボールをこう押さえるような形にすると最後のクロスが触りやすいというところだと思います。ジンガ中級編できましたでしょうか。今度は上級編で会いましょう。